ご覧いただきありがとうございます。賃貸の正木の田中です。本日は奈良市法蓮町にございます綺麗な 2LDK の賃貸アパートにお邪魔しております。こちら玄関の方からご紹介いたします。玄関の方にはシューズボックスがあらかじめこのように備え付けとなっております。入りましてまず一つ目、こちら洋室となっております。ちょっとゆったりとした洋室となってまして、こういったね木が壁に付けられてますので、まあ、ハンガーをかけていただいたりするのに便利ですね。で、収納スペースがこちらにございます。まあ、ハンガーパイプと、棚が通っておりますので、まあ、かなりのねお洋服かけていただけますし、結構奥行きがございますのでカラーボックスなんかも置いていただける大容量の収納スペースです。で、廊下に出まして、こちらにもこういった収納がございますので、まあ、日用品のストックでしたり掃除機なんかをね入れていただくのに便利な収納です。で、こちらが水回りとなっております。結構大きめな、シャンプードレッサー付きの独立の洗面台と室内の洗濯機置き場です。で、その奥がこういった肩までゆったりと使っていただける追い焚き機能がついた浴室となっております。で、その隣がウォシュレット付きのお手洗いです。清潔感がありますね。で、こちらキッチンとリビングのスペースとなっております。リビングがね結構ゆったりとしております。テーブルでしたりテレビ台ソファー置いていただいてもねまだまだ余力がある広めのリビングとなっております。キッチンの方がこちら人気のカウンターキッチンとなっております。このようにねリビングがでしたり隣の洋室まで見渡しながらお料理できますので、まあ、テレビを見ながらでしたり小さお子様の目の届く範囲でお料理ができる素敵なキッチンです。キッチンの方は3口の IH コン、ガスコンロがついたシステムキッチンとなっております。上下の収納も充実ですね。また1階のお部屋ということでこちらには床下収納の方もついております。で、セキュリティとしましてはこちらモニター付きのインターホンがついております。大画面で映りますので、まあ、訪問者がね、来られた時は、お顔バッチリ確認していただけます。まあ、女性の方でも安心できる設備です。で、こちらが専用のお庭となっております。まあ、ガーデニングなんかをね、楽しんでいただける、ゆったりとした専用庭となっております。で、リビング横の、方にももう一部屋洋室がございますね。こんな感じの綺麗な洋室です。全体的に床の色合いであったり建具の色がかなりおしゃれな仕様の物件となっております。で、最後にこちらの収納スペースです。こちらの方も結構奥行きがありまして高さも天井までありますのでかなりの、ね、お荷物収納していただけます。こちらにもお洋服かけれるようにハンガーパイプが通った、収納スペースとなっております。立地環境としましては、近鉄の新大宮駅まで徒歩圏内の好立地です。スーパーやコンビニなどの商業施設も周辺には充実しておりますので、ファミリーさん、にはぜひお勧めできる物件です。詳しくは賃貸の正木ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。で、賃貸の正木では、GoGo キャンペーンやネット予約サービス、その他各種サービスを実施しております。まずは一度お問い合わせください。